今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。はい、なんか最近なんか頭痛と首のこりがすごくて、であと自覚症状はないんですけれど、友達からなんか背中がずっと緊張してるよって言われたので、そこが気になりますね。背中のどこら辺ですか。この真ん中あたりですかね。はい、この何ですか、この骨のあたり、背骨あたり。はい、OKです。じゃあ一度ですね、はい、まず動きの確認だけしたいんですが、はい、できる範囲でいいので首をねぐるっと回してみてもらってもいいですか。はい、ゆっくり回してみましょうか。できる範囲でいいですよ。逆回してみてもらって、はい、ぐるっと今回した感じ、痛みが出るとか突っ張る感じとかはいかがですか。なんかここら辺が痛い気がします。後ろにした時が一番痛い気がします。あ、後ろにした時が、はい、じゃあ一度横向いていただいて、はい、ゆっくりでいいので下向き上向きってやってみてもらっていいですか。ゆっくり下向いてで上向きましょうか。今痛みって出ますか。やっぱ痛い気がします。痛い気がしますか、はい、OK です。じゃあ一度ね今度は肩幅足開いてもらって、はい、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ、後屈してみてもらってもいいですか。前屈、はい、できる範囲でいいですよ、無理せずに。あ、OK です、OK です、はい、じゃあ後ろ反ってみてもらって、後ろもできる範囲でいいんで、はい、ゆっくり反ってみましょうか。あ、OK です、OK です、はい、この時に腰とか背中周り突っ張る感じとか引っかかる感じみたいなのってありますか。なんか腰が痛い気がします、うん、あ、腰が痛い、はい、あ、背中じゃなくて腰が痛かったですか。腰が痛い、反った時ポキポキなりますね。あ、反った時が、はい、あ、かしこまりました。じゃあ今から整頓していきますので、横のベッドにね上向きで寝ていただいてもいいですか。はい、じゃあまずはねゆっくり右向きましょうか、はい、そのまま楽にして大きく息を吸って、はい、吐いて、ふーっとで次は左向きましょう、はい、少し上向いてね、はい、大きく息を吸って、はい、吐きましょう、引っ張ります。じゃあ一度座っていただいてもいいですか、はい、足伸ばしたままお座りください、ね、ゆっくり後ろにもたれてきてもらっていいですか、はい、で首の後ろでここで両手を組んでもらって、はい、指と指をしっかり出ますん で一回ね脇閉じましょうか。少しだけ胸を張って、じゃあこのままですね、はい、大きく息を吸って、はい、吐いて、はい、じゃもう一度ね脇閉じて、でもう一度大きく息を吸って、はい、吐いて、でもう一回背中丸めてもらってゆっくりもたれましょうか。で脇閉じて大きくもう一度息を吸ってから、はい、吐きながらもう少しもたれます。やば、OK です。手を下ろしましょうか。はい、左足を曲げてもらって伸ばし伸ばしましょうか。左足曲げた状態で両手をもらいます、はい、引っ張りますよ、はい、肘曲げて、曲げて、うん、このまま楽にしておいてください、はい、だらーんと、このまま一度大きく息を吸って、はい、吐きましょう、次逆向きでお願いします、はい、今度はですね右足曲げてもらって左足伸ばしていきましょうか。両手もらいます、はい、引っ張りますよ。肘曲げた状態で、はい、ゆっくり倒しましょう、はい、楽にして、で大きく息を吸って、はい、吐きます、ふーっと、はい、そのままね上向きで寝ましょうか、はい、一回ここの股関節をしていきます、はい、抱いてもらいますね、はい、
手を上げて、はい、腕の力をストーンと出しましょうか。で、またね、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。手を後ろに回してもらって、はい、ゆっくり後ろに戻れます。今度は、ね、逆向きでお願いします、はい、入れてもらいますね、はい、で一旦腕の力をストーンと下ろしてもらって、このままでもう一度大きく息を吸って、はい、吐きましょう。右手を後ろに回しましょう、はい、このまま後ろにゆっくりと持たれます。もう一度ゆっくりと持たれましょう。右手もありますね、はい、力抜いてダラーンと楽に据えてください、はい、はい、下ろしましょう。左手もらいますね、はい、楽にしてダラーンと、
姿をゆっくりと起き上がってください、はい、じゃあもう一回ねこちら立ってみてもらっていいですか、はい、じゃあ今ね全部整列が終わったところなんですけどもボキボキ整体は大丈夫でしたか、はいありがとうございます、はい、じゃあまたあの動きの確認をしていきたいんですができる範囲でいいので首ぐるっと回してみてもらってもいいですか、はい、逆回してみてもらってぐるっと回してみましょうか、はい、今首を動かしてみた感じはいかがでしょうか。あ、なんかさっきより回しやすくなった気がします。あ、よかったよかった、はい、じゃあ一度ですね横向いてもらって、はい、またあの下向き上向きできる範囲でやってみてもらってもいいですか。はい、上向いてもらって今いかがでしょうか。上に向くのめっちゃ楽になりました。結構ね、上向けるようになりましたねさっきと全然違う。はい、本当ですか。うん、嬉しい。じゃあ、あとね、肩幅足開いた状態で、はい、さっきと同じように、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ、後屈してみてもらってもいいですか。はい、まず前から。あ、OK です、OK です。後ろ反ってみてもらってね、ゆっくりとできる範囲でいいですよ。あのさっき反った時腰痛いっておっしゃってましたけど今痛みいかがでしょうか。めっちゃすっきりしました。おお何もないですね。あ、何もないですか。あ、よかったよかったいやすっきりしててよかったです。はい、はい、じゃあ今日は一旦ねここまでにしておきますんでね。はい、はい、ありがとうございました。